gonna happen. ちょうど探してたところじゃ。バカな、アシマヤ。何かおいらたちに手伝ってほしいことでもあるのか。いや、子供たちはリユエコのために十分手助けをしてくれた。これ以上面倒はかけられんよ。今回はバーヤの仲間たちと一緒に子供たちに贈り物を用意したんじゃ。 I only did it as I should. You're too kind. 子供たちよ、まだリユエに来て間もないというのに、もう世渡りが上手になったみたいじゃの。じゃがこの贈り物は何が何でも受け取っておくれ。 以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いてんの。 Do they know anything about the space at that time? Oh yeah? Mada itte oran katta ka? Baaya tachi wa mukashi, Tei-kun kara onkei wo uketa koto de, Sangan goken no chikara wo mini yadoshite oru nja. Iroiro to nouryoku wa aru ga, sono naka de mo gaikei no chikara wa, chiisana sekai wo sousou surukoto ga dekiru. コープンに出すのエアリアン。子供たちが入った壺も、その力で簡単に作ったものなんじゃ。It's a girl you say. あんな凄い壺なのに、簡単に。あの世界をなすためには、浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。テイ君はその昔、山を動かし、海を埋めたんじゃ。それこそ、 神業と言えるものじゃろ。まあ、昔の話はこの辺にして。その贈り物じゃが、まだ最後の材料が足りておらんのじゃ。 That's for sure, okay. Okay, what are the missing material? I could help you look for them. まあまあ、二人とも、そうせかすでない。もうすでに足の速いものに任せてある。必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探すのがちょっと難しい。And what are those? それに、今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからの。I think when I'm doing the hangout quest, I'm going to have to put it in English. 例えば、敵歌集の河原下にある借金の泥とかじゃな。以前この泥を取るときは、塗り売りがたくさん咲いている場所を探さないといけなかった。そして、塗り売りの根をたどって掘っていき、運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが、 敵歌集があんなことになってからは、もう誰もこの方法を使うことができなくなった。さらにそれより困難なのが、双眼鏡園から採掘できる水角石じゃ。黒眼城があそこで採掘を始めてからは、それもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な潜物で、 上人では仙人の気に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃろう。ああ、あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。Who's this child? 貧乏屋は仙人だし、その子も仙人なのか? まあ、彼女も仙人と言えなくもない。なくもないって。
DUA 校にはこんなにたくさん仙人がいるんだ。どこに行っても仙人に会えそうだし、もしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな。ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしな。バーヤ、ただいま。ああ、ジャンフェイ。おや、この二人は紹介しよう。この子は縁妃、さっき言ってた子じゃよ。縁妃、こちらは旅人と彼女の仲間じゃ。知っておるな。ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前、ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、絶望の間で戦艦軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。 I guess that's the reason why she don't ask for them to help her. Her shame. そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたらその場で容疑を晴らすとまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、リガルバイザー。法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといい。ああ、そうだ、私の名刺を、連絡方法と職務を教えてくれてる。She also had business too? Okay. Yes, it's pretty cute. I can say. そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。What kind of lunatic beast is she anyway? いつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。Are you really at that time? オイラたちがこれまで会ってきた仙人とは、なんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。The old man? かつてガンオテイ君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。 So what is she to you? okay. Kind of feeling with a family tree here. なんか勝手だな。仙人たちって DA 校を守るため契約に従ってるんじゃないのか。なんで急にそれを放り出して結婚したんだ。お父様から聞いた話によると、テイ君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚をした時、テイ君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて。まあや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。えい、何か案はあるかも。リーユエコを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。I think she heard a lot about me. 前から何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、 Where that book came out? 僕も熱い本だな。何が載ってるんだ。商業競技、鉱石、She's a Naya?スネージュナヤ。見つけた。このクロッサルというスネージュナヤが希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。
スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。Am I doing the part of tea quest or I'm doing this other quest right now? We come with you, okay. お前も一緒に来るのか？あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。The world without electricity. How far is it? Only 100 meters away? Okay. Wait, what is that? Clouds of the sea? Oh, not too much there? Okay.Bear from Liyu. And this guy has something to sell this time. Let's hope so. クロスタールさん、商売はうまくいっているか？ええ、エイシさんのおかげで順調です。先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも、少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。エミさんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが、あの髪飾りは今志向さんという女性に貸しています。もしご覧になりたいのであれば少々待っていただく必要が。水角石って希少なものなんだろ？そんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて、壊れたりなくしたりしたらどうするつもりなんだ？それは心配いりません。貸し出す時に志向さんと契約を交わしましたので、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。No obligation there. 本物であることへの絶対の自信。10倍の支払いを約束するとは、なかなか肝がある。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。それにこの契約なら、私と彼女共に利があり公平です。では志向さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねてかんざしを見てみたい。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので、マップに記しておきますね。感謝する、クロスタルさん。では私たちは志向さんを探しに行こう。I can see why a lot of people would like Yan Fei too. She's cute. Well, I'm not trying to get her, but I just so happened to got her anyway. Wait, where I'm going? Wait, where I should? Oh, I had to go up all the way there.Wow, I should do a hard way to get up there. excuse me, are you Shang? I couldn't pronounce the name. Yes, but I need something. It's not suddenly.私たちは志向さんがクロスタルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだ。そのかんざしに興味がある。見せてはくれないか？その
私は今お見せできません。You lost them? うっかりなくしてしまいまして、きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこで。このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら、私そんなお金は。 Why did you kneel in the first place? 私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡園が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず、すでに支払いをいただいた商品の発注書がたまってしまっていて、それを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、その見くびられないためにもある程度の風格を保ちたかったからなのです。しかしそのかんざしをなくしてしまっては、どうしましょう。なんかよく見る展開になってきたな。This is deja vu here. Maybe because this is the part where we say we can help. I want to put a hairpin. これです。どれ？そうか、エイヒは効率化だから思考を手伝ってあげられるんじゃないか。 That would be a little unfair to cross. Okay. それもそうだな。でも両方うまくいく方法はないのかな。なるほど、契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。契約にのっとり志向さんは確かに髪飾りの金額を弁償する必要があるな。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも、水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか。ああ志向、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。うん、回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別するんだよ。どう考えてもそのかんざしを見つけるしか。だがかんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか調べる必要もなくなる。確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに弁償を。It's a huge sum of money though. Okay, I kind of broke there. いくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。契約精神に従わないでどうするというのでしょう。これ以上クロサルさんに隠していても仕方ありません。クロサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきます。確かにそれも法律に乗っ取ってやる。 I can't finish this. しかしその前にかんざしに関する問題が残っている。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時どんな感じだったか教えてくれないか。一番最初に触った時ですか。確かかんざしには鉱石がはめてあって、上品な玉石と同じよう触り心地が良かったです。私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません。触り心地がいい、上品な玉石。 Is something a matter? 何でもない。ただ少し再調査すべきことができた。ひとまずクロスタルさんのところに戻ろう。 I feel like doing Yan Fei quest instead of doing the teapot, but yeah. やっ！
レミシさん、どうしてまたここに？おや、志向さんまで。どうでしたか、あのかんざしは。なかなかのものだったでしょ。あの、かんざしは…なくした？ご冗談も。あのかんざしがいくらするのか知ってますよね。ごめんなさい、ごめんなさい。本当にごめんなさい。ちゃんと契約通りに弁償しますので。弁償？どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか。ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうど縁石さんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな。当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。偽物でしたら10倍の額を支払います。わかった。では先に市場で調査をするから帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロスタルさん、ここで待っててほしい。それではお願いします。 Was something like this for valuable? あのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり支払ってもらいますよ。どうやらお金を集める方法を考えなければなりません。志向さん、少し話したいことがここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。OK。 Man, where, how far are you? Oh, in another side, okay. Let's see how this is gonna work out.その弁償額を伝えるとかですか。違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水角石じゃないかもしれないということだ。 Not some jade really? Not really a real one? Fake one? え、どういうことだ。まさかこっそりかんざしを見つけたのか。私は冒険者協会の冒険者じゃないから使い走りみたいなことはしない。私はただ推測しただけ。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので濃密な元素力が込められている。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものではない。志向さん、そのかんざしを持っていた間体に不快感は？ありませんでした。何もかも正常で、どこも不快なところは。それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、クロッサルさんの周りには元素の痕跡があった。私の推測が正しければ、例の水角石は彼が持っている。それなら直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエジュを探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなる。 Wow man, I wonder how she see through that. Okay. You're very discretion. おお、まるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな。確かに、そういった案件はいくつも見てきた。Well, she's intelligent for once. さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。She's a legal advisor. いつか時間があったら教えよう。では、エイシさん、こういうことに詳しいのでしたら、so she's more, she also knows more about the business too, though. 問題ない。けどその前に、志向さん、この契約に署名を。え、なんでまた契約を？
Okay, if I have one more for every time I hear the word contract. It always happens, and it's throughout the whole story right now so far. ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。引き続き調査を依頼したいなら、きちんとした契約を行う必要がある。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします、エイシさん。問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして、さらにここに住所を。それと違うページにも署名を。5ページ、7ページ、あと最後のページ、すべて署名して。それからこの書肉で母印を。これが契約を交わすってことなのか。That's an ordeal. これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認してほしい。すべて目を通しました。問題ありません。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。Need me to do anything? 大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しくはない。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならばこの機会にちゃんと見ておくといい。でもエイさん、どうして私なんかのために？私たちも水角石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。もしかすると本当に水角石を手に入れてるのかもしれない。まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。このまま行けば本当に水角石を見つけられる可能性がある。それに法律を利用して悪事を働く者を、私は許せない。この話はここまでにしよう。まずは、鉱石の。All that and went back to the pin again. ああ、あったあった。まずは海水溝の石章のところへ行こう。鉱石の加工に関して彼は専門家だから。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら、石章が最良の選択なのは間違いない。She looks like almost suspicious every time. いらっしゃいませ。およ、エンヒさんじゃないですか。今日はどのようなご用で？まさか、また誰かが私のところでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよね。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージネアの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。クロッサル、スネージネアの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきて、それを水角石だと言っていました。私も初めて水角石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので、深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。I know we should order the real one. その水角石を加工した時のかけらは残ってないか？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので、見たければどうぞ。ありがとう。早速見せてもらう。What? Where? What? この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。Is it the right one though? I'm just wondering. はい。そう珍しくはない。鉱石の一種です。値段もあまり高くなく、装飾品によく使われています。以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外装らしいのです。まだちゃんと証明されたわけではありませんが。水岩石と水角石って一文字しか違わないな。気になるのなら、
そのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素の微塵もないただの鉱石だ。そうなのか。じゃあ元素資格で見てみようぜ。どうだ、何か見えたか。 No trace of elemental energy。 本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いが分かるなんて本当にすごいんだな。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く付き合っているだけです。 Why couldn't she tell them apart? この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに、市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。今日はそれを調査しに来たんじゃない。しかし、関翔さんは仕方ないとして、どうしてクロッサルさんまで？計り知れない行動の裏には、計り知れない理由がある。そのかけらを持って戻ろう。Oh man, we're trying to do some other thing here. エンヒさん、これは一体。もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきたとき、確かにこの鉱石を水核石と言ったのか。はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水核石の加工と書かれているでしょ。それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが、いいだろうか。はい、大丈夫ですが、一体何をするのですか？用事を済ませるためだ。ああ、そうだ。この証明書に署名を。これは、このかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んでくれ。はい、わかりました。その、エンヒさん、ぶしつけなことをお聞きしますが、今回は一体、誰が面倒を起こしているのでしょう？面倒とまではいかない。ただ、小さな問題だ。ありがとう。伝票と書類は確かに受け取った。この証拠があれば、クロッサルは何も言い返せないだろうね。これだけじゃまだ足りない。私たちには、もっと有力な証拠が必要だ。装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。Another book. 装飾品、装飾品。どこだったか。ああ、そうだ。正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。彼女のところへ向かおう。もうわかったのか。一体どんだけ知り合いがいるんだ。毎日、法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リーエコーは契約の都。つまり、ここでは法律はとても重要なんだ。でも、あのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて、なんというか、読んでもわからないし読み切れない。と言えばわかるだろうか。だから、法律に関する手助けができる法律家は、とても需要がある。法律に関する手助け？でも、法律って難しいんだろ？読んでもわからないし、読み切れないなら。それは大丈夫。現在に至るまでの法典は、もうすべて暗記してるから。すべて？法律家として基本的な知識だ。そんなに驚くことはない。I can't become one of it either. Is this how adept I become as adapted at everything? 千人とは関係ない。ただ、こういうのが好きなだけだ。すごいことを、さも当然かのように。さあ、正規さんのところへ向かおう。Again. Oh, by the way, you still there? Yeah. On Thursday, I don't know what I'm going to be on tonight, though. I'll be live streaming, but I don't know what I'm going to be on tonight. Yeah, I'm just, we stop in a team ball. I didn't mention, I was trying to mention on Thursday because they're,
there's a draft pick that time tonight, so I don't know if I'll be on or not. あら、エイさん、今日は何をしにここへ？もしかして以前のお客が、また何か？以前のお客さんはもう問題ない。今回は違う用件で来た。クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるか？クロッサル。ええ、覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。確かに鉱石を持ってきたことがある。水角石と言ったかしら。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その後、やっとのことで作ってもらえたの。その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだから、よく印象に残ってるわ。なんだか、証拠と言えるものはなさそうだな。セイキさん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきたとき、ここに預けた鉱石を水角石と言った。それで間違いないか？ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから、値段も高かったの。だから総務士の規則に従って売るときは総務士で記録する必要があった。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやってあげたの。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。セイキさん、この書類を貸してもらえないか？いいわよ。どうせ私には何の役にも立たない書類だから。エンヒさん、もしかしてまた誰か面倒事を？大丈夫、ちょっとしたことだから。この書類は使い終わったら返す。ありがとう。なんでみんな同じ反応をするんだ？ It must be natural illegal courtesy. よし、証拠も揃ってきた。最後に福袋の白術さんのところへ行こう。To the forest he bait you, huh? あの、首に蛇を巻いてる。Weirdo put a snake around his neck. 何か用でもあるのか？水角石は人類に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないから。その最後の証拠を手に入れたら、この件も終わりそうだ。Wow, we're talking to everyone here, man. What the hell? When you do a DST, why do you have to do all this stuff? Yep. We're gonna talk to everyone. And more sonic pain he has right now so far. Oh, he's here already too. おや、これは珍しいお客さんですね。ナナをお探しなら今ちょうど薬草庫に行っています。それと、エンヒさん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさかまた無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石、確か七蔵三系の第六中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三系によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格が歪んだりするとか。用事がなければ仏殿には登らないというほどです。縁起さんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。その通り。薬術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にも
あるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁妃さんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうか。このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。どういたしまして。気をつけてお帰りください。じゃあ、メッシュン、エビワン。Did I mention everyone was kind of like dressed kind of fancy in Leo Harbor? Does it, I wonder how hard does it like to take it off and wear it back on? Like, how much work does it take to wear those things? How much I have? Oh.So he's still waiting, huh? Okay. Sam, 調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロスタルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え、私が弁償を？エインさん、何か間違えているのでは？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には、水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって志向さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか、エインさん。私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。あの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明をされている。旅人、私たちが集めた証拠を出してくれ。Show everyone that the J Mystery。 これは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。 I don't see why she go everywhere。 あの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。そんな人がどうやって偽物であることを証明するのですか。それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。水角石の加工をして水岩石の石屑が残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そうですよね。一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。 You have two more, right? この後はどうするんだ。法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。旅人、出してくれ。I shall have it from a Ming-Shing jewelry. その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに総務士の印鑑だって押されてある。かんざしに使っている鉱石は水角石です。そんな、二つ目の証拠もダメなのか。え、どんな余計自信をつけさせたみたいだろう。Business, fight for it. そういうことであれば、かんざしは本物の可能性はある。もちろんです。本物を証明する証拠がこんなにもあるのですから。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか。 Surely I've been from a bruises from a forestry. これは What's this? 水角石は
山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病、そして性格の歪み。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて、どうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな。ああ、しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら、総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は後できちんと総務士に提出するから。総務省がこの件を審議するときは悪いが出席してもらうよ。ちょっと、待ってください。私は知って、知っていた。おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。そのかんざしにあるのはそういうものじゃなく。じゃない？じゃないって、もしかして水角石じゃないということか。それならクロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。Pay ten times。 私は、エイジ、なんだか突然人が変わったみたいだな。Again, this legal counsel is for you. A lot. 認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。しかし私は、this guy scamming and everything now too. 大金を支払い、水岩石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水岩石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず、それになんだかずっと焦燥感に駆られて、それで福袋に行って聞いたんです。そうしたら、この石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかしそれでは大金を払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから水角石と似ている水岩石を使って、このかんざしを、本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志向さんに貸した後、それに貸されてしまって。 So this is why you charge me such an extraordinary rental price. That's over the top. そうだぞ。本物じゃないなら、なんで志向にそんな大金を弁償させようとしたんだ。私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていて、もし偽物のかんざしのことがバレたら、もうこの業界にはいられません。ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり、志向さんに10倍のモラを支払ってもらう。 Pay her up。 10倍、今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約により、その賠償金の2割をいただく。 20% some。 2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。そんなに多くは支払わなくて結構です。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。飛行さん、あなたは、あなた様は。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。それでお合言ということで。それは、はい、わかりました。その石のせいで散々な目に遭いましたし。エイシさん、その水角石は差し上げます。The rock costs a lot still too。 これで報酬は足りるでしょうか。契約には従わないけど。
まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。エイさんのお時間が空いているときに改めてお礼をしに参ります。どういたしまして。会社フレームホースト。そうだ、チコさん。私と確認するけど、もうクロスタルさんを許したということですか。え、はい、許しました。そう、ならよかった。クロスタルさん、私の依頼人はもうこのことについて追及しないそうだ。そうですか。よかった、本当によかったです。それよりもクロスタルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて、綺麗な鉱石もあります。もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができれば、いい商売になると思うのですが。なるほど、少し考えさせてください。 OK、 よし、これで解決。マーユに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。 Yes, we were all some twists of turn along the way. Man, we're walking all over the place. そうだな、ハンダシをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのに、まさかこんな書類で解決しちゃうなんてな。でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。リリューを走り回ってかんざしを探すより、そのかんざしに価値がないことを証明する方が早い。Can't say I ever met an adeptus like you before. Yeah. 千人。以前の戦いにお前が参加したとき、前から聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都。千人とかいうどうでもいい身分よりも、法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が千人よりもずっと役に立つから。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。 I think there are more than just the reason involved here, Paimon. 必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。 Yep. きっと待ちくたびれている。 Yeah, about time. Is this thing going to get started? How far am I?It's been way too long. All the way there, okay. This is neat, or it gets a lot more people in Liyu Harbor now. You think so?I think it's still the same. I feel like it's still the same. I don't know. Look like they're adding a little more NPC in here for some reason. Okaeri. Doja. Suikaku seki wa mitsukatta ka no? It was thanks to young Fei. Yoshi, yoshi.これで材料はすべて揃った。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった名刺しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に関する問題に遭遇したら、私を尋ねるといい。お客さんにはやり方もあるから。このこったら、もう戻るんじゃろう。戻らないなら、バーヤの代わりに壺の掃除をしておくれ。今行くところだから。
彼女の父親だって帝君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに、まったく一体誰に似たのやら。Zaphon and Dotal, she didn't explain how her personality either. そうじゃの。理由にも変化が訪れておる。仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁起はああ見えて、仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今の理由は、もう昔の理由じゃないからの。I agree with that.さあ、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。贈り物もまだ作り終わってないからね。おう、楽しみだな。A little gift. 一体何ができるんだろう。 How long did that take? ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。ほれ、できたぞ。この人家壺を子供たちに贈ろう。落とさないようきちんと持つんじゃよ。もし割れたら、何が起きるかわからないからの。それとこの設計図、壺の中をもっとにぎやかにしたいなら、これを使うといい。Well, I think, Dre. I don't even know what it is. Oh,